佐藤健と千鳥信が富山県を旅する動画を見て、富山県民の自分が思うこと。佐藤健と千鳥信、富山来たんや。うわ、カニ食べとる。3杯で20万のズワイガニ。たださ、富山県民でもこんなカニほとんど食べたことないっていう。この季節、富山県民になら通じるフレーズ。あ、8番トマト始まったらしいよ。そうなん？行こう行こう。何それ？8番ラーメンの季節限定のトマトラーメンが始まったってこと。なるほど。おそらく富山県民にしか通じないであろう、トナミの丸高屋で見た注文画面。麺の硬さか。硬め、やこめ。ま、硬めでいっか。てかさ、やこいって富山弁やから、このやこめって、県外の人わからんくないけ？